こんにちは、札幌占い美容師さやまわしの後藤です。今回も美容師の都市伝説編をやっていきたいと思います。今回髪質改善についてお話ししたいと思います。と言っても僕が今日話す内容は全部嘘なんで皆さん信用しないでください。髪質改善を歌えるほど僕はそんな髪質改善詳しいわけじゃありません。髪質改善って結構そのワードとして結構熱いんで、ホットペッパーでもね、あの検索キーワードでは結構トップの方なんですけど、まあそれをね、いいことにその髪質改善って単語は使えますからね。ホットペッパーのその広告自体、中身がどうだっては関係ないですから、打ち出し方なんで、まあ、そういうのを見て、あ、こんなに綺麗になるなら行きたいわみたいなね、お客さんが。で、髪質を改善しますから、そうですよね、髪質改善、髪質改善と言いながら普通のシステムトリートメントやってる場合もあるわけですよ。髪質改善トリートメントみたいな感じでシステムトリートメントを普通にやるみたいな。そのじゃあ髪質改善の概念ってどこなのかっていうのがちょっと難しいですよね。僕は髪質改善っていうのは髪質を改善するっていう日本語の単語になるんで、髪質を改善するにはちょっと髪をいじる必要があると思ってます。僕はね、これ間違ってるかもしれないけど僕はそう思ってます。髪をいじんない限り髪質改善ではないのかなって気がしちゃいます。じゃあ髪をいじるってどういうことかっていうと、髪の形状を多少変えたりとか、髪の形状を変えるってことは還元剤が必要だったりとか、まあ場合によってはパーマイクみたいなのが必要だったりとかね、するわけですけど、システムトリートメントみたいなのを、はい、これつけて、はい、これつけて、これつけてみたいなものに関しては、髪を改善するとか髪をいじることができないですよね。いじるっていうかな、髪をツルツルにして手触りはこう良くなりますけど、こうなんていうのかな、うねりだったりとか、要はそのうねりがあれば髪質改善ってやっぱ皆さんサラサラになるイメージじゃないですか。なんか私の髪もサラサラになるのかなみたいな、光の反射がこう綺麗になってね、それってやっぱりストレートっぽい、どっちかというとストレートっぽい感じにならないと、あの反射が綺麗に出ないわけですよ。なんで癖毛にトリートメントしても髪質改善ではないんですよね。なので、まあ場合によっては酸で修練させて髪を形状をねちょっと変えたりとか、そういう風にまあいろいろねやる必要があるんですけど、結構ね最近あれ本当やってんのかなみたいな、あの保湿のトリートメントじゃないのみたいなね、普通で髪質改善歌ってたりとか、中身が伴ってない場合が結構多いと思います。美容師さんに聞いてみたらいいかもしれないです。あのこの髪質改善ってどういうことするんですかとかね、聞いてみるといいかもしれない。あのそこでちゃんと説明ができるかどうかですよね。で、髪質改善って謎に高かったりとかしますよね。技術的にめっちゃ高い髪質改善とか結構あるじゃないですか。なんかそれもまあ薬剤が新しい新薬とかって高いんですよ、あの取るのも。なんで特に酸熱の薬剤とか結構高いんですよね、新薬みたいな感じになってて、まあ、新薬って言っても別に新しくもなんともないんですけど、なんでそういうのでやっぱりどうしてもその提供する金額が高くなったりとかすることは、あの仕入れの関係であるんですけど、まあ、あんまりね変わんなかったりとか、結果としてそんなうちに来て髪質改善やりましたっつって来てるお客さんとかもあんま変わってなかったりとか、なんかよくわかんないことが結構あって、これやったんだみたいな、何を改善したんだろうみたいな感じも結構あったりとかして、なんかあんまいろいろやりすぎると髪も傷むし、なんかあんま結果出ないならやんない方がいいんじゃないかなみたいな感じもあったりとか、結構お金かけてあんま変わんなかったら意味ないしっていうのがあって、そのホットペッパーの打ち出しに関してあまり信じない方がいいかなっていうのがあります。あのそれがちゃんと発信してちゃんと細かく説明した内容が出てたりとか、もちろん動画とかでね、やり方を説明したりとかですね、そういう検証した結果が出てる場合はいいと思うんですけど、歌い文句だけで見せ方が今勝負ですから、内容っていうよりその見せ方は上手なんですよね、結構その内容伴ってなくても。なんでそういうところにちょっと、見極めっていうのがちょっとでもぶっちゃけ難しいです。僕でも分かんないです、読んでてここは本当にやってるかなとか、で使ってる薬とか書いとけば、あ、これ使ってるなとか分かるんですけど、まあ、細かいとこそこまで書いてない場合って分かんないですよ。まあ、昔からね、あのちょっと名前は出せないですけど、あのそういうようなのもあったんですよね。でそれをやってすごい高い金額やって、それに対するヘアケア品もめちゃくちゃ高いんですよ。これはビジネスなんですよ、ぶっちゃけ、っていう風になってるのがすごく僕はまあどうかな、お客さんの立場にとったらあんまりよろしくないかなみたいな。でもそのビジネスでもそのだけの
金額をかけただけの結果が出るんだったら僕はいいかなと思うんですけど、誰でもこのレシピ通りやれば誰もできますよみたいな、アシスタントでもこの単価取れますよみたいなやつとかって、ちょっとどうかなみたいな感じはしますよね。それが本当に結果出るならいいですけど、一時的に高単価を取るためのキーワードとして紙質改善を使っているところもあるかもしれないので、そこはちょっと気をつけていただきたいなっていうふうに思います。なんで、美容師さんに聞いてみるといいです。紙質改善ってこれどういうことやるんですか。紙の中に栄養を入れて、その栄養によって紙にコシを出して、ツヤを出しますみたいな、そういう薄っぺらい内容だと大丈夫かなって思っちゃいますね。はい、ケラチンを入れて、そこをなんとかしてね、じゃあケラチン入れたらどんだけ紙質が変わるのかみたいなね、言われたらそうかなって感じしたりとかね、するかもしれないですけど、ちょっと内容をねしっかり聞いて、ちゃんとした紙質改善やってるのかなっていうのを確認するのも一つかなというふうに思っております。信じるか信じないかはあなた次第です。今回の内容は本当の内容じゃありませんので、皆さん信用しないでください。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。